どうしたんですか、それ。なんすか。あ、これ？はい。いや、これね、俺がさ、汚っ。いやいや、まあまあ、ちょっとね、ちょっと色がね、ちょっとくすんでるんだけど、これ、はい、光が丘って駅あるじゃない？はい。東横江戸線に。あります。で、そこをね、歩いてると、はい、駅にね、落っこってたのよ。あら、ちっちゃい。フリーザ様が。はい。だからさ、拾っちゃった。己を拾うという。そう、いや俺ね、びっくりした。なんかさ、運命なのかなとか思って。ですよね、こういうの拾うの珍しいです。そうだって、最初ね思ったのわざとかなと思ってなんか分かんないじゃん、今なんかドッキリとかさね、でテレビの人らってさ、なんか分かんじゃん、行く場所場所って、俺が行く場所場所って調べてリサーチとかしてるから。確かに。だからもしかしたらそういうドッキリなのかなと思って、はい、俺はね拾ったの。ね、拾った後に、はい、ね、言ったら YouTube のコミュニティにもね、載せたんですよ。これの持ち主、光が丘付近で、うん、落とした人、はい、いませんかみたいなことを言ったんだけども、はい、これがね、いなかったんだよ。いないですか。そう、いないまま1ヶ月経つんだよ。で、1ヶ月ずっと俺持ち続けてるの、これ。だから Twitter の方もありがたいことにリツイートしていただいて、48かな、うん、ぐらいの方がリツイートしてくれたんですよ、はい、でもご本人に届かず。ちっちゃい子供とかが落としたなのかな、うん、でも今ほら幅広いじゃん、ドラゴンボールって。確かに。ちっちゃい子供も見るけど言ったらヒーローズとかやってたら20歳ぐらいの、ね、うん、コーラリックぐらいの、ね、年の子もやってたりするし、うん、フリーザーズ多分ね、キーホルダーをつけるっていうことはめちゃめちゃフリーザー好きだと思う。確かに。つけないっす。でしょ。つけない。いや、これつけない。それをちょっと言われたらショックだな、俺は。普通なんかスーパーサイヤ人でしょ、悟空とかでしょ。ただでもフリーザをつけるってことはおそらくもう落ちてもいいんじゃないかみたいな。いやいや、そんなのつけるかフリーザが、はい、おそらく好きなんですよ、はい、で好きだし、多分よ、これ自分のことをあまりその評価を高くして言ってるわけじゃないけど、おそらく俺のことも知ってると思うよ。本当っすか。分かんないけど、分かんないけど。そうだったらいいですね。分かんないけど、はい、だからこれをね、持ち主に僕は届けたい。確かに。うん、そのね、届けたいからね、今日はね、この動画に託して本当ね、光が丘でフリーザ落とした方限定、僕本当見つかったら、はい、フリーザで届けますよ、僕。あ、格好で、うん、ですよね。フリーザでお届けして、フリーザが届けたいんで、皆さんこれをですね、いろんな方々に見せていただいてもよろしいですか。別に再生数稼ぐとかじゃないですよ。困ってると思うんだよね。でも嘘ついちゃう人とか出てきそうじゃないですか。嘘つく人いるのかな、どうなんだろうなそこの判断わかんねえもんな。でもいいや。いいんすか。それでも、いや、ダメダメダメ。だってそれをさ、やったらさ、自分の両親傷つく人でしょ、だって。確かに。そんな、そんな悪い人がいたらでしょ、人のフリーザーを取って。だから悪い YouTuber がやるようなことでしょ、多分そういうの。あ、じゃあ俺ちょっと YouTube やりたいから山本さんちょっと連絡しようみたいな感じで。あ、売名ででしょ。そういうのはダメ。YouTuber が落としてたら怪しいです。そう。あ、でもいや、でもね、なんかそういうのは俺はやんない。もう YouTube YouTuber の人ってそういう考えの人は俺はもうコラボしたくないそういう人はやだ。だから言うたら、このフリーザ様、練馬区は光が丘で落としたよって方、ぜひぜひ私の、バンバンマンヤマアットマーク Gmail の方にご連絡をください。よろしくお願いします。もうこれはね、動画でね紹介しないとね、もう俺ダメだと思ったの、本当。ちゃんと持ってましたもんね、ずっと。ちゃんと持つよ、俺。かわいそうじゃん、だって今日持ってきてるし。そう、ずっとだよ。なんかね、道端で落としましたよって言ったら、おー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 って渡す感じだもん。おーおーって。でさ、俺の素顔なんて分かんないじゃん。そう、だから YouTube で、ね、これ見つけてくれたらさ、いつか返せる。いつか返せるじゃん。だから、誰か、誰かじゃない、誰か受け取ってじゃない。誰か拾ってください。ご本人さん、お待ちしてますんで、ぜひ、みんな、いろんな人にこれを見せてください。お願いします。はい。
今日はですね、そういう動画でございます。お家に帰るんだよ。わかりましたよ。帰らさせていただきます。お願いします。はい。それでは、またお会いしましょう。宇宙の帝王。宇宙の帝王。違うわ。宇宙の帝王、フリーザの。これはこれは、宇宙の帝王、エヴァママン山本の YouTube チャンネルでした。それでは、バイバイキーン。このチャンネルは、フリーザ様と同じ、戦闘力53万人を目指しておりますよ。キーン。